もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう。大丈夫。ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手、羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか？ちょっと待って。ん？長藩って長藩博打？神室町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった。ありがとな、助かったよ。あの女、いい尻してんな。あの、ちょっといいですか？ん？何？神室町で長藩博打ができる賭場って知りません？長藩博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか？どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？おお、確かになかなかですね。で、それが何か？あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が？そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。おう。ちょっと横いい？どうぞ。ここをよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それといい男。いい男？